本当順調っすわね。どの足見てもここから一つ下の4時間足見ても順調なんだから、それは上げていくわなというところで、やっぱり上位との足が揃うと本当に少しずつ綺麗に上げてきますわね。はい、じゃあ2019年6月25日本日の仮想通貨時価総額で上位10トークにドル円の相場考察します。順番に仮想通貨の時価総額からいくと、若干戻したかなのアメリカドル換算の332ビリオン、その通りにあれですね、前日比換算見てもずらっとテザー以外上昇していて、まんべんなく上がってますわね。一番上げたのがオントロジーの7パート。日本企業との提携ニュースだったらこれは嬉しいんですけど、こんな感じをほんと繰り返しながらやっぱり着々と上がっていくんじゃないかなと想像していますけど、いや上がったからまあ言うなよというところで。時価総額の順位的には結構変動ありますわね。ライトコインが下がったり、ABC キャッシュが上がったり、バイナンスが上がったりと、まあ、とりあえず日本円換算の時価総額は行ってみましょうというところで、こちらも上昇している35兆を超えた35兆6249億と、日本円が強くなってきとるのと比例するわけじゃないけど、あれだな、着々とあれですね、日本円換算の時価総額も伸ばしていますよね。はい、ということで、では時価総額1位のビットコインから順番に見ていきましょう。週足はもうほんと文句ないですね。 120MA、20MA クロスかかって、ロウソク自体も乖離離れて高値も着々と更新して、これで2017年の11月最終週ぐらいまで近づいたってことですね。まああとは前世紀と思われる高値200何万をどう超えていくかってことですね。とりあえず週足 20MA こけるまでずっとこのトレンドは続いていくと思いますけど、前回のこの例をなぞるわけじゃないですけど、で冷やしていくとこちらも本当順調ですね。 120MA 着々と伸ばして、 20MA も角度ついて、特にロウソクも乖離離れてじわじわと高値更新して、どこら辺であとはまた冷やしレベル 20MA で引っかかっていくかと思うんですよね。未来は誰にもわからないということで、4時間いくとこちらも順調ですね。冷やし換算見ても 120MA 角度ついてきて、 20MA も角度変わらない、もただロウソク的にはですね、乖離が縮まってきてるとこですね。じわじわとは高値も伸ばしとんですけど、とりあえずやっぱここでしょうね。 120MA 水平下抜きを引っかかるぐらいまでは、今ポジション持っとるなら放置しといていいだろうなと。4時間 20MA ぐらいで下がったぐらいじゃ多分無視した方がいいでしょうね。理由は週足がまだまだ伸びとるからです。ここで決済するよりここで決済した方があれですよね、利ざやが取れますからというところで、伸びしろという意味で。はい、ということで次イーサ。週足 25MA、 7MA 特に変わらず、ロウソク自体もあれですか、高値更新までは完璧にいってないけど、直近の高値に近いところあるか、まあ順調ですわね。本当にロウソク自体も右上上がってますし、やっぱり移動平均線よりロウソクの方が動きが素直ですかね、ダイレクトっていう意味で。冷やしていくとこちらも順調ですね。 25MA 少し角度ついてきて、 7MA 角度変わらず、ここ 2,3 日ではそこまで値動きないにしても、直近の高値に近いところを維持して帰りも離れていいんじゃないですかというところで、4時間行くとこちらはあれか、 25MA 自体に角度はそれほど差がない、もう 7MA がちょっと落ち着けてきた頃です。一応はロウソクは上におるんですけど、帰りがかなり狭まっとるところですね。特にここ1日ぐらいに関してはそこまで大きな動きってことないですね。一応は 3% 近くプラスにはなっとるんですけど。はい、ということで次はリップル。週足 25MA、 7MA 特に変わらず、ロウソク自体もあれですね、高値更新に近いところまで行っとるんですけど、なかなかそこまでということで、まだまだですね、急激な相場環境を変えるまでの動きではないですね。順調なロングにはつながっとるんですけど、冷やしていくと 25MA 緩やかな右上、 7MA 角度変わらない右上、ロウソク的には少し乖離離れる、もこちらもあれですか、 2,3 日で見ればそこまで上下幅がないってことですね。一応前日比はプラスになっとるんですけど、4時間いくと 25MA 角度変わらないも、 7MA が水平になって、現在一応ロウソク上にいますけど、叩かれた後なんとかあれですか、 25MA 抜ける前に戻したんだ、それでなんとか前日換算ではプラスになっとるところですか。まあ4時間の25で5件ぐらいだったらあれですよね、持っとる方として安心でしょうね。ここら辺大きく割って冷やし 20MA ぐらいまでとかに差し掛かってると、さすがにちょっとあれですよね、めんどくせえなと思うかもしれないんですけど。はい、じゃあ次はキャッシュ ABC。 ライトコインが時価総額で抜かれたんですね。週足チャートでいくと 25MA、 7MA 角度変わらず、ロウソク買い離れて、高値更新とまではいかないけど、まあ順調ですわね。直近の高値がさすがに高すぎるんで、そこまで望むのは酷というところで、冷やしいくと 25MA 緩やかな上向き、 7MA はいい角度ついた上向き、ロウソクは乖離離れも、ここもあれですね、リーサとか一緒で 2,3 日で見ればそこまで動きないですね。一応前日比では 2% 強ほどプラスなんですけど、
挙時間いくと似たチャートですね。 25MA 角度変わらない、 7MA が水平やや上向きになって、叩かれたところをなんとかあれですか、1回 7MA 上抜いて現在上に行ったところで、これで前日換算で多分プラスになったんでしょうね。比較すると時価総額を上げていったのは何だろうってところで、はい、と次はそのライトコイン、キャッシュが上がったのかライトコインが衰えだったのかっていうところですけど、週足チャート見る限りは別に問題ないですよね。 25,7MA 角度変わらず、ロウソクも乖離離れて、直近の高値更新してない中で順調ですよね。日足いくと 25MA 角度変わらず 7MA が水平気味、その通りロウソクに関してはあれですよね、1週間ぐらい 7MA の水平上で上下しとるところですね。動き幅としては4時間いくとここであれなんだ、こけたんだ。 25MA 水平ピクリ下向いてきた通りに、24日の5時ぐらいからずっと下げて、本日の朝5時ぐらい、ここでようやくあれですか、 7MA を上抜けたんだ軽く。当然 25MA は下抜いとって、キャッシュが上がったっていうよりライトコインが下がったっていう解釈もいいんじゃないかな。ここら辺見ると4時間足こけとるとこあたりが、まあ今までがむしろ上げすぎでしたからね。これぐらいじゃないと逆にまたロングしていく場面がないというところで、はい、で次はイオス。 25MA7MA ともに似た角度で本当順調ですね。高値だけあとは欲しいというだけで、 7MA の角度すら衰えるのは強いよな、じわじわと。めっちゃ更新しとるわけじゃないんですけど、日足いくと、ただこちらはもうあれなんだ、25MA右下向いて、逆に 7MA が右上向いて、ロウソクはその少し上に降りて、ようわからんチャートですね、これ。一応は戻しかけとるんだ。このただ 25MA がなんでここで下になるんだろう。水平ぐらいならわかるんですけど、これがちょっと下線というところで。バイナンスチャートの方が私の頭より正しいと思うんですけど。で、4時間行くと、こちらもそうですね、危ういところで。25MA、7MA、緩やかな右上、その直線上にロウソクいて、なんとか下げたところを耐え止めとるところですか、現状が。こんな感じもしながら、週足チャートで見ればじわじわ上っとくから、まあ安定しとるって安定しとるんですよね、長期的に見は。短期的に見はなかなか爆発チンっていう印象が高いんですけど、はい、次はバイナンス。週足25MA、7MA ほんと順調、ロウソクも乖離離れて、本当に言うことないですね。ハック以外の何のネタでこけていくんでしょうね、バイナンスが。本当に週足レベルと壊滅状態になってくるのは、次のあれですよね、ビットコインバブルが弾けたと言われるような頃でしょうね。日足いくと 25MA がやや上向きも、 7MA が水平になって、現在はその直線上にロウソク入れるところで、直近の高値は下げとるも、 7MA 上で一応耐えとるとこですか。4時間いくとここでじわりとこけ出したんだ。 25MA 水平銀も、 7MA がこちらも水平も、ロウソクが 25MA 下抜いて、現在は 7MA の下にロウソクいます。じわじわじわと、特にあれか22日ぐらいから下げとるとこですね。それでも前日換算で見ればプラス 1% と、一見上昇しとるように見えるけど、短期的に見ればあれですよね、少し下げとるとこですね。むしろやっぱここを抜いて拾っていくっていう姿勢が欲しいよなと。やっぱこういうタイミングでしかバイナンスは拾えんですからね、上がりすぎとる。はい、次は SV。 週足 30MA、 7MA 本当に順調、ロウソクも乖離離れて、高値更新まで行ってないだけで、本当順調そのものですね。乖離幅があとはいつ詰まってくるかってことで、まだまだ 7MA でもこけてないんで大丈夫でしょうということで、当分は日足いくと 30MA 角度変わらず、 7MA も同様ですね、緩やかに右上伸ばして、ロウソクも一応は 7MA の上にいますと。4時間いくと30MA 角度変わらないも、 7MA があれですか、下げかけたところを1回あれだ、現時点でなんとかあれですか、売っちゃったんだ。そうなので前日換算でいうと 2% ぐらい上昇しとるとこですか。全体的にやっぱ似とるな、前日換算では伸ばしとるんだけど、下げてきたところを上げたんでそんな数字になったんでしょうね、全体的に。はい、ということで次はテザー。チャート的にはここぐらいですか、夜中の1時10分ぐらい、強いて言えば帰りが離れたぐらいで、他はまあほんとステーブルコインらしいですよね。ニュース的にもなんかめちゃくちゃ強調するっていうようなところもなく、ビットフェニックスはそこら辺のテザーの兄弟絡みも特にはないというところで、いや、このまま別に言うこともないんでスルーしていきます。あんま相場的にはやっぱステーブルコインは触れることないんで、どっちかというとニュースネタしかないんで、ということで、はい、次はカルダノ。週足 25MA、 7MA 角度変わらず、ようやく 7MA があれですか、少しいい感じに登ってくるようになってきたとこですか。高値更新まで言わんけど、じわじわとあれですか、緩やかな右上上がりが移動平均線の証明してますもんね。これで前日比が 4% 弱ぐらい上昇と。日足いくと 25MA、 7MA 角度変わらず、ここは逆にあれなんだ、他のトークンと比べて日足でも一応あれですね、強いですね。さすがに前日比 4% ぐらい上げとるとこあるな。4時間いくと 25MA 角度変わらないも、 7MA がなんとかあれですか、右上に変わったんだ。ごちゃごちゃしながら現在時間ではロウソク上にいますよ。さあ、直近の高値からは下げていて、なんとか下げ止まったっていうのが印象ですわね。全体的にこれはカルダノだけ
けじゃなくて言えるというところで、はい、じゃあそれで最後ドル円、例によって昨日の23時間から追っかけていますけど、中期下向いたまま短期の上を昨日の12時ぐらいからですかを移動しながら、なんとか中期上抜けが見えるも3時頃そこで叩かれてロンドン入って短期下抜けと思いきや、ニューヨーク入る前に中期抜けまで行くんだ、107.3 銭とかそれぐらいですか、そこら辺で淡い期待を見せるもニューヨーク入って短期中期叩かれ、じわじわ夜中下向き推移しながら希望を見せつつ朝のアジア入ってもなんとかあれですか 107.3 銭とかそこら辺を位置しながらも、特に10時とかですか、ここら辺で長い足つけて大きく叩かれてって、11時も叩かれ、ここであれか107円切れが見れるかどうかってとこ、さらにダメ押しに12時、ここであれか107円割って 106.9 銭とかいったとこですか、で現在時間は全くいいところ見せずに 106.8 銭と、1時間足でもあれですわね、短期中期右下向いてロウソク下におるんだから、誰がどう見ても下目線ですわね、日足行くとこちらも同様、中期角度変わらず短期も一緒、ロウソクも帰り離れて、さらに安値切り下げとるし、まあこれあかんわというところで、で週足行くとこちらも顕著ですね、短期中期角度変わらず右下向いてロウソクも帰り離れて安値も切り下げとるし、とは言ってもどうしても自分的にやっぱここら辺が脳裏に焼き付くんですよね、こういうところがカーンってやってくるのがあるから、下げとるか下げとるかって、もちろん現状はそれは売り目線のは負けても売り目線とは当たり前ですけど、一瞬でほんとこの角度変えるのやってくるんで、そこだけ注意っすよね本当に。だから多分これあれだな、5分とか1時間とかそんなところ、最低4時間できればあれだな、日足以上ぐらいで本当にゆとりのある取引心とこれはやられるでしょうね、マーケット時間も仮想通貨と違って短いんだし、むしろこっちの方があれですよね、相場でやるには荒いなと思いますわね。はい、ということでそんな感じで本日も来ましたけど、仮想通貨全体的に一番上げている 4% 強ほどのビットコインへ最後は戻してみて、本当順調っすわね、どの足見てもここから一つ下の4時間足見ても順調なんだから、それは上げていくわなというところで、やっぱり上位との足が揃うと本当に少しずつ綺麗に上げてきますわねって、日足レベルで見ても 20MA 角度ついとるし、 120MA の角度変わらんし、週足見たって 20MA、120MA クロスに来とるし、とりあえずこのあれですよね、日足 20MA こけるとこまでは本当にこのまま持っといていいんじゃないかなって、逆にここでポジション入るような状況じゃないですけどね、強いて言うのは本当売るタイミング待つとこはさね、あの新規ショートじゃなくて、あの利確決済の売りっていう意味で、さあ全体的に言うとピークの高値直近のですからは少し下げていて、前日換算で上げただけでそこまでだというところですよね、まあ、上昇トレンドをまだまだ継続しているのは間違いなくて、まあ、本日的には時価総額の動きがライトコインが下がってキャッシュが上がったりバイナンスが上がったりとか、そこら辺のところがあると、まあ、全体的にあれですよね、順調になってきましたね、下の方の体になってなんだかんだ言いながらなんとか週足短期にも角度ついてきたし、これで時価総額10位で言えばリップルぐらいですか、一番角度が欲しいところが、あとは本当この角度がどこまでいくですかね、とりあえず日足 20MA を大きく下抜いていくっていう場面まではあれだな、本当放置プレイでいいだろうなっていうところで、ドル円に関してはもう完全またマイナス目線が揃って、ただ上げていくときは一気にやるのがあるんで、そこだけ本当注意というところですよね、それだけ気をつければもうショート目線なのはもうどの足見ても間違いないというところで、はい、ということでそんな感じ、以上2019年6月25日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークにドル円の相場考察でした、そんな感じで終わり。